はい、皆様おはこんばんにちは、おついちでございます。それでおついちのホライズンゼロドン続きをプレイしていきたいと思います。いやー久しぶりでございますけどもいや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 、すいませんね。なかなかね、4K をですね、撮影する環境が、まあ、ちょっと難しくてですね、なかなかこう、撮れる機会がなかったんですけども、ちょっとね、また撮れる、状態になりましたので、どんどん撮っていきたいと思います。あ、イノシシちゃんだ。イノシシちゃんは確か俺は素材が欲しかったはずなんだ。骨をよこせ。骨をよこせ。で、とりあえずだよ。あ、骨1個めちゃくちゃ。これなんかあれだったな、どれだっけかな。アイテム制作の確か容量を増やすのが何かあったはずなんだが、あ、これも増やせるな。改造屋でもアップグレードは特にいくらないかな。あ、これだ。矢筒40本に増やせる。とりあえず作っとくか。 OK、これでしばらくは持つだろう。やわ。よし。で、続きでございますけども、ようやく、前回ね、ロストに報告をしまして、これからちょっと使者として頑張ってやってくるよということで、報告をしましたので、いよいよ向かっていきたいと思いまーす。で、この人は、商人。なんか売ってる？あー、なるほど。ほう。うわ、すげえ高っ。高いな。まあ、とりあえずは大丈夫かな。トラップキャスター、ロープキャスター。ロープキャスターもあると便利なんだっけ。封じられるからね。ロープキャスター買っとくか。装備しよう。で、こっちだな。オッケー。ロープキャスターをゲット。他は、特、お、なんだこれ。地図、鉄の花。ああ、はい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 。地図上に表示されるっていうことかな。結構、まあ、でもいい。買っとくか。はい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 。とりあえず買っときましょう。報酬箱は？特殊改造のアイテム箱が1350とか。どないせいっちゅうねん。あ、こんなもんかな。はいはいはい。クエストメニュー、チュートリアル、ロープキャスターをとりあえずセットしといてだよ。あ、まあ、とりあえずいいか。メインが進んだらやっていこうかな。おう、何、ボロボロだ。おい、気をつけろ。どうした。もっと近くに。もっとだ。おお。あれか、マガツキってやつか。どちらさん？お前がバールか。あ、こいつがバールか。アロイ、試練を勝ち抜いた異端児か。死なずに済んだようだな。大長老ティルサが都に行くならお前に会えと。カージャさん王国の都か。あ、お前追放されたいのか。いや、オーリンという裏切り者、そいつを追うために天命の使者になったんだ。なら北にある母の頂に行け。もし着いたらマレアに会って道を聞け。マレア？危険な道のりだ。義勇団が奇襲を受けたから巡回もしてないし、国境は丸腰だ。指揮を取る団長もいない。レッシュは違うのか。団長の代役に過ぎない。探しには行きたいんだが、命を懸けて門を守るよう言われて、この通りさ。ほうほう。なんか後ろがちょっとやばいことになってるけどな。安息の地の外に潜む危険とは。危険な道のりと言ってたが、どう危険なんだ。あげたらキリがないな。襲撃者は野放しで、しかも魔月鬼を操ってる。毒を撒き散らして。ああ、それなら見た。山賊もいる。国境沿いで忍び寄る残忍な奴らさ。どうやら鉄の遺跡で野営してるって話だ。もっと矢が必要になりそうだな。なんかいろいろあるね、大変なことが。試練。試練のことを知ってたが、誰から聞いた。生き残った奴らだ。古
奮戦したそうだな、バストや妹と。その妹ってバーラか。気の毒。あ、兄貴か。いい人だった。彼女となら友達にもなれたかも、もし生きていれば。ありがとう、命を救った。誇りある死だよ。いやー、そういう風に言わなくちゃいけない兄貴の立場も辛いところだけどな。さっくり死んじゃったからな。義勇団の虐殺。奇襲を受けたと言っていたけれど本当か。試練での虐殺のことを知って団長が奴らの追跡を命じたんだ。だが一部の義勇兵が復讐を急ぐあまりに先走った。罠にまっしぐらさ。汚れをそこら中に撒き散らし、凶暴化した機械が義勇兵に襲いかかり虐殺した。団長が反撃を仕掛けて機械を破壊したけれど襲撃者はいなくなり、こっちの被害は甚大さ。まあ、窓罠にはまってしまったと。義勇団長とは。団長が行方不明だって。義勇団が虐殺されても諦めなかったんだ。志願者を募って襲撃者を追ったんだよ。それじゃお前は。手は挙げたさ。でもソナが拒んだんだ。安息の地で怪我人の世話をして門を守れって。安息の地のために命がけで。何日も前だ。それ以来何の連絡もない。それじゃあ生きているかはわからないのか。あれを生き残れるのはソナしかいない。並外れた戦士だよ。俺たち常人とは比べ物にならないほどのな。随分と腕が立つみたいだな。ああ、きっと驚かされるぞ母さんには。え、お母さんなの。あ、まあ女性っていうのは言ってたけどね。そうか、母親か。まあ、あのこの二人の兄弟を産んだっていうことはっていう感じるますけどね。はい、もう行かないと。そろそろ行かないと。アーロイ、母の頂きとその先に旅立つ前に時間があればソナを探してくれるか。部族には彼女が必要だ。何としてでも門を守ると命令されてなければ俺が探しに行くんだが。最後はどこで見た。奇襲を受けた場所だよ。悪魔の渇き対岸にある場所、森の渓谷だ。そこに痕跡があるかもしれない。試練を襲った奴の後を追っていったんだ。愛する者たちや君を殺そうとした奴を見…バール、わかった。探してみるよ。オッケー。門前の使者、母の頂きでマリアと話す。7。え、レベル12？ちょっとレベルが大変なことになってますけどね。アイテム制作？あー、なんか作れるんだな。あー、ロープキャスターか。あー、ロープキャスター1個作っとこう。はいはいはい。2段階目、20発。20発はいらないかな。とりあえず、そんなにバカバカ作っちゃうと、素材がなくなっちゃいますんでね。ロープキャスターの玉パック。あー。あ、作成。OK。で、あー、違う違う違う。で、クエストですよ。クエストでメインサイドサブクエストは OK だから、メインのソナを探すか。ソナを探すをやってからの門前の使者だね。 OK。 あ、なんかレアアイテムがある。ドゥントゥルトゥントゥンティン。はあ、女神のご加護ありがとう。もうもはや天命の使者だからみんな話しかけてくれるんだね。セーブして。安息の地が私の全てだった。世界は広がったけど、でも危険も待ってる。そうだね、まさかね。急に外っていう。自分の出世を知りたかったのに急に外に行けって言われるっていうね。アーロイも大変だわ。はい、よいしょ。で、場所がどこに行っけって。なんだこれ、鉄の花。あー、手に入れたからか。なるほど。あら、まあ、ずいぶん遠いんでございますね。あ、こっちにもなんかありますね。バンテージっていうのがあるな。私、マップを埋めたくなっちゃう症候群に駆られるんだけど、
埋めに行っていいかな。どうもね、こう手前から一つずつやっていきたくなってしまうんでございますわね。ということでこっちに行きます。もしかするとサイドクエストがあるかもしれんしな。スクラップラーがいいか、グレイザーか。こっちなんかあるぞ。ああ、言うてもでもレベル9か、割と上がってたな。なんだこれ、これはタンクってやつじゃないですか。ええ、タンクってやつですよね。これ対空砲みたいな感じ、旧世界の異物だな。でこっちは何かある？あ、でもこっちの方あるな。あー、バンテージっていうのは何なんだ？バンテージ。この辺にバンテージしてるの？バンテージが？ウォッチャーがやられてる。この辺に何かあるってことか？なんだ、なんか隠しアイテム的なやつがあるということでございましょうかね。あ、これか。ああ、これっぽいな。これなら早い。よいしょ。あ、こう調べる。あ、普通のやつだ。で、これが、あ、バンテージキャッシュを開く。あは、バンテージ音声を再生する。世界滅亡ダイアリー2日目。親父がここで講演した。戦争の歴史を振り返るコースで人類の空軍史についてだった。それともあれは中世の包囲戦についてだったかな。親父は早くに死んだ。ほう、これだけいいのかな。これでバンテージポイント、ああまあまあまあ、こういうところがあるんだな。あ、爆弾がいっぱいだよ。身軽でいないと。そういうことだね。まあまあまあいいでしょう。よし。で、集めるとなんか多分当時の情勢なんかがよくわかるんでしょうね。汚れ地帯レベル 15! え、やばくない？あ、やべえ、いるじゃん。汚れ地帯、汚れ地帯浄化する。レベル15でしょ。死んじゃう、死んじゃう。普通に死んじゃう。お邪魔しました。さあ、戻りましょう。まあまあ、レベルは上がって、ちょっとね、15ぐらいになったら、行きましょうか。さすがに、6レベルも上はきついわ。イノシシちゃん、ごめんね。君の素材が欲しいのだよ。あ、こっちあれか、グレイザーがいいな。じゃあま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 あ、このまま行くか。グレイザーは何をしてくれるんだ、オーバードライブすると。よいしょ。まだオーバーライドできない。いやいやいや、よいしょ。どうもバロンテックだ。まだ急に暗くなったぞ。あ、危ない危ない危ない。スキャン。オーバーライドできる？あ、できないんだ。サイレントテイクダウンだけだ。やり方を調べないとみたいな感じだから、なんかスキルを取るとできるみたいなやつかな。とりあえず現状はできないらしい。こっちだよ。えい、えい、カモン、えい、カモン。いや、2体はちょっと厳しいね。だよね。あ、それはバレますわな。それはバレますわ。あ、やばいやばい、ウォッチャーがいいのか。やり過ごそう。なあ、来てる来てる。あ、いや、バレてんな、ここ。そうか、一度警戒されるとバレてしまうんだ。あ、外した。
いやでも逃げてくな。もはやあれか、レベルが私の方が高いから恐れをなして逃げ出したか。よし、あ、先に進もうと。でとりあえず印をつけ、これなんだ、これは何、ここはなんだ、ちょっと行ってみよう、いろいろ行ってみましょうかね。こっちを見てる間にバーン。さあこっち来い、こっち来い。お、なんだ、カリーマを追加、腕試しを開始する、なんだこれ、レベル8、ノラ、グレイザーのキャニスタを切断する、丸太の罠、周囲に仕掛けられた丸太の罠を使って機械を倒す、衝撃ワイヤー、この腕試しに必要な武器を持ってない、あ、なんかチャレンジ的なやつか、はは、そういうのもあるんだね。素材をゲットしておいて、はい、ゲットしておいて、ここだ、つまりこれがチャレンジ場所ってことだね。お、焚き火、焚き火、焚き火はどこ、こっちか、よし、お、焚き火をつける、誰かいるね、こんにちは、万人、かっこいい。ここは狩り場なんだろう。ここでは何をするんだ。うん、天命の使者の印か。この目で見るのは初めてだな。おお、本当に話しかけてくる。それじゃあ長老から自由に聖なる地を離れる許しを得たってことか。あ、許しがなくても行くつもりだったけど。なるほどな。お前には本当のことを話そう。実はカージャと取引してたんだ。何？俺はメリディアンにあるカリウドの館の代理人だ。こういう場所で将来有望な若い狩人を腕試ししてる。お前は我々が求めているものかもな。どうだ、腕試しをして確かめてみるか。ちょっとやってみますか。この会話は誰にも言わないでいてくれるとはありがたい。特に長老たちには言わないでくれよ。完全に追放者になっちゃうもんね。ただ天命の証ってすげえな、こんなことも話してくれるんだ。お前の話を。お前ここにいていいのか。いや、友人と聖なる地を離れて戻ってきた。長老は許さないだろうな、当然だけど。根っからの狩人さ。でも新しい群れや機械を見つけたくて離れた。だから狩人の館に興味を持った。だがカージャはノラだって知ったら受け入れない。それで俺たちカージャの服を着て印を届けたんだ。そのうち俺たちは二つの世界に板挟みになった。カージャでもなければノラでもない。故郷が恋しくなってな。だから戻って自分たちの狩場を作ったんだよ。でも平気か、長老の許しを得ていないんだろう。どうだかな。でも掟なんてものを信じちゃいない。こんなに大きな世界を無視するなんて、そんなの馬鹿げてる。完全に脳筋ですな。ただな、腕試しについて。腕試しって何。カリウドの館は世界中で腕試しを開いてる。そこでカリウドたちの腕前を試すんだよ。成功の報酬は何だ。偉業を成し遂げた誇り、印ももらえる。成績によってだがな。ここでは道具の腕試しが受けられる。どんな道具だ。狩りは弓だけじゃダメだ。手に入るものは何であれ利用する。周りのものすべてだ。お前も腕試しをやればわかるさ。ほほ、カリウドの館とは。カリウドの館って誰が最強の機械を倒すか競い合ってる狩人の集団のことさ。メリディアンのカージャが営んでる。館は狩り場で朝の太陽を3つ手に入れれば入れてもらえる。だが彼らはノラが好きじゃないからな。まあその辺は天命の使者の証でちょいっとっていうかのあれだね。狩人の館って要は脳筋集団ってことですな。腕試しを開始。道具の腕試しを受けたい。やり方は説明する。どうしようか、質問、いや腕試し、特定部位、弓と矢の腕を試す。できるだけ早くグレイザーの背中にある部品を撃ち落とすんだ。はーい、腕試しを受ける。いいだろう。
ロープを滑り降りたら開始だ。はい、ここか。館に捧げるカーリーで、グレイザーのキャニスターを切断すればいいんだね。はい、行きまーす。よいしょ、こういうことかな。えい、くそ、ウォッチャーもいるのか。はい、ふん、ふい、ふい、ふい、ゲイ、ちょっと邪魔です。何個、何個切断すればいいの。くっ、いやー逃げちゃう、なかなか難しいな。もしかするとこれあれか、切った方が早いのか。おお、1分30秒で10個は結構だぞ。しかもすげえ逃げちゃうしな。ほい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 、あと、あと何個、あと5個、あと5個、いや無理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 。よいしょ、くぅ、難しい、難しいっていうか多分やり方を考えないとダメだなこれ。オッケー、終わった、終わったけどもうよ。とりあえずもらいます。で、向こうにもあれだな、壊したやつがあるから取ってこよう。どこだっけ。はい、おびき出して一個一個打った方がいいのかな。それともなんかこう他の武器を使った方がいいのかもしれない。1分54秒よか。もうちょっとだな、もうちょっと早くできると。今はそっとしておこう。で、これと、はい、はい、あとどこだっけ、どっかなかったっけ。ないか。で、上に戻ればいいんだな。戻りまーす。よいしょ。もう一回ちょっとやってみようかな。せっかくだし。ゴールド欲しいじゃない？はい、どうも。初めてで昼の太陽を手に入れちまった。時間を縮めれば、すげえ、灼熱の太陽も夢じゃない。もうちょっとでいけそう。弓と矢の腕を試す。できるだけ早くグレイザーの背中にある部品を撃ち落とすんだ。で向ける、そいつはいいな。ロープを滑り降りたら開始する。よし、ていうかすげえ経験値もらったな。どうしようか。カリバに行くまで弓を射るのはよしておく。あ、やっぱりそういうことですか。やっぱりズルは良くないということですね。ということはこっちにしようって。あ、やばい、痛い。そして、で、で、こうして、
ういシャッター こう外す難しい。よしほい何個あと5個ね。オッケーオッケー。ちょっと無視してでロープキャスター。はいどっこどっこで変えてここはいはいはい。あと2つあと1つ OK どうだ。よし23秒 OK きた。よっお前はやられてろ。ほうはいよ。オッケー来た来た来た。いいんじゃないですか。ほほうフリーズいっぱい取ってすんげー取れんなブレイズ。当分困んねえぞこれ。よしいやーロープキャスターやっぱ使えるな。ロープキャスターは重要だ。まあトラップワイヤーもいいんだけどね。おほーよしこれで火の矢とかもすぐ使えるね。作れるね。ういーういーよいしょぐーあれだなブレイズだけでこうバッグがいっぱいになってしまうなこれは。よしあとはそんなもんか。よし戻るぜ。こっちいやでもなかなか大変だよこれ。あと確か2個ぐらい受けられるんだっけ。まあねこんなことをやってると全然ストーリーがね進まないんですけど、まあそこがこうオープンワールドのいいところだよね。ええ私のね、ウィッチャーもこんな感じでしたから。寄り道を重ねるとこう 100話ぐらいね、100話を超えてしまうっていう感じですけどね。はーい、よいしょ、万人灼熱の太陽獲得だ。本当におめでとう。イエス。で、マルタの罠この腕試しでは環境をうまく利用する技術を試させてもらう。マルタの山に攻撃を当てて下にいる機械を倒せ。おういいか、ブラストスリングの爆発で機械を脅かして自分の望む場所へ誘導することもできるからな。ああブラストスリングね。腕前を見るのが楽しみだな。いつでも始めろ。はーい。どこ？マルタの罠。マルタある？あるな。あるわ。まずはマルタがあるところに行かないとどうにもならんという話よな。やべ、バレた。はい。マルタの罠ってどうやって使うの？これ。あ、あれか。はい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 。あは、こっちの方に来てもらえるとありがたいんですけど。来ないよね。あ、でもあそこ。あ、ダメージを食らっているが。もうちょい。いや、そっちですとね、そっちだと丸太がないんすよね。はあ、はあははあ。これは私を探してる。これはいかんな。こっちにとりあえずおびき寄せて、ほい。
さあ1体倒した。でこれ来たんじゃない？あーダメか、ダメ。ここよし、俺も危ない。あー結構難しい、結構タイミングが難しい。あ丸太がもうねえ、やべ丸太かいな。はい、おい、あー2人しか倒せねえ。あーと丸太、あー丸太がない、あっかーん。どこにある？ちょっと一回調べようか。こことここと、あーこっちにもあるんだよな。でなんかをブラストなんとかを使っておびき出すこともできるぞって言ってたな。罠の説明は？アイテム作成、これか。罠。あーダメージ与えない、一時的に麻痺させる、衝撃の罠。ほほん、ちょっとあれだな、これは一回リセットしよう。まだ時間を計ってるぞ、止まるなよ。え、放棄。おっとそいつはやめるのか。まあいいさ、ちょっと一回放棄。で丸太の罠、この腕試しでは環境をうまくはいはいはい、ダメージを受ける。はあ、こりゃ大変だな。まだ2分でしょ。うまくおびき出せれば一網打尽なんだけどな。どうしよう、こっちにどうやったらおびき出せるっていう罠はあるのか。ないか。追い込むか、追い込んで、あーいいんじゃない、向こうにどう行く、どう行く。はい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 、今です。戦う準備はできてる、今です。 OK 達成した。あ OK 達成した。あ割と簡単だった割と誘い込むまでもなく倒せた。やったー、これ二つ目だ。いいから放っといて。戻ってちょっと回復しよう。よし、ただいま番人達成したよ。この灼熱の太陽はかなり貴重だ、よくやった、当然の結果だ。ありがとうございます。ワイヤーは何が、私では衝撃のワイヤーを使ってグレイザーを倒す。ああだがそのためにはカージャのトラップキャスターと弾がいる。ここにいる相棒が売ってるぞなんて気前のいい、っていうか確実にこれ、そろそろ行かないと。また自分を試したくなったら来るといい。ここにねあるんですけどね、いや売ってるんですよ、まあ奇遇だなみたいなね感じなんだろうな。セーブしといて、俺トラップキャスター買うしかないでしょ。2箇所のアンカーポイントをつなぐトラップワイヤーが切れると爆発する罠を設置できる敵の陣か。ああなるほど、まあ買うか、じゃあ買いますよ。買ったよな。あ武器が装備できない、なるほど。ということは
アイテム製作で携行容量で武器用カバン、あーいけるか、いけるな、で所持品で武器でトラップキャスターを、こっちに製作する。よし、でだよ、弾をつく、あ、いや、トラップキャスター持ってるよな。え、2つ買っちゃった俺。え、トラップキャスター持ってんじゃんなんだと、いや、え、いや、持ってるんですけど。うわー、俺無駄金使ったわー。マジかよ。トラップキャスター2個目のやつって、あ、ガージャトラップキャスターこっちかよ。180とか、ちょっと一回報酬をかけちゃおう。はい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 、オッケー。でこれ特殊アイテムでしょ、飲むか。お、これはいいな。よしよし、で、全部作ってあるから、もう一回門番番人と話す。もう一度やりたいのか。準備万端だ。衝撃のワイヤー、衝撃のワイヤーとカージャのトラップキャスターでグレイザーを倒せ。時間は計ってるぞ。はい。爆発を嫌うからブラストスリングをうまく使って奴らを罠に追い込むといい。ブラストスリングって何なんだ。行かないと。ああ違う、いつでも戻ってこい。ブラストスリングって何。ブラストスリングっていうなんかあるの。え、ブラス、あるわ、ブラストスリング、竹。あー、なるほど、それでこう追い込めっていうことか。まあいいや。もう一度やってみたいのか。やります、準備万端です。衝撃のワイヤーとカージャのトラップキャスターでグレイザーを倒す。爆発を嫌う。はいはいはい。で、受ける。そいつはいい。ロープを降りたら計測開始だぞ。はーい。何体倒すんだ俺。衝撃のワイヤーだよね。こっちでイカズチのワイヤーだから衝撃のワイヤーにしといて。あは。6体。マジかよ。簡単に言ってくれるぜ。機械がどこで作られているのか、オーバーライドの仕方は見つかるはず。ドンドンでしょ、はい、ドンでしょ、はい、いや、こっちです、どうも、こっちです、はい、どうぞどうぞ、はっ、どっちもいいですよ、どっちもいいです、オッケー、ほほー、オッケー。で、あと、ああ、そうか、グレイザーじゃないとダメなのか。そうだ、忘れてた。3分以内、3分で6体って結構だな、おい。こっち。こっち、こっち、こっち、こっち。逃げるな、おい。逃げ。あと4体？ああ、もう。あと4体っていうか、これ全部倒せってことじゃん、これ。よいしょ。これは、ちょっと、あれだな。爆発がないと結構きついか？いや、もうちょい近づいて、まだ一歩ある。手をつける。はいはいはい、オッケー、よしよしよし、いって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 、よしよしよし、オッケー、あぶねー、完了。はい、
ただきます。ああきつかった。うまくまとめてればねいいんですけどねって感じだね。この辺のやつを取っといて、よし、ふう。まあでもこれで腕試しは全部終わりですな。ちょっとね、狐の骨も欲しいんだ。すまんの。お、出たんじゃないこれ。レアだぜ。あー、花お守りか。まあ売れるからいいや。さあさあさあ、こっちにとりあえず戻りましてですよ。あー、この辺取ってないね。取ってみましょうか。使えるな。よし。よっ。オッケー。オッケー。ゲッチュ。さあ戻ろう。いやー、結構3つもやると結構なあれになるな、時間になるな。まあでもこれでここのノラの狩り場は全部ゴールドなんじゃないのか。よいしょ、ただいま。おい、これは初めてなのに灼熱の太陽とはな。お前すごいな、ノラもびっくりだ。館に入るために必要なものは全て揃った。メリディアンで幸運を。もちろんもっと腕試しをしてもいいけどな。やったー、レベルアップ。よーし、全部終わり。行かないと。いつでも戻ってきていいからな。はーい。いやー、よかったよかった。館に捧げる狩り、オッケー。レベルが13に上がったぜ。これはいいね。今度16になったね。はあはあ、よし、これでこっちも受けられるようになったし、いいんじゃないのかな。13になったから、もしかするとなんだっけ、汚れの浄化、あれもいけるかもしれないですけど、まあとりあえずはいいや。はい、じゃあちょっとね、長くなっちゃいましたけど、今日はここまでです。次回はまたこの続きからやっていきたいと思います。今日はサイド1で終わってしまうというね。まあ久しぶりだったんでね、かなりなんだろう、鳴らしにはなったと思いますので、よかったと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次に会うときはゲームの高みだ。